皆さんこんにちは。今日はね、前回紹介した車の修理が直ってきたんでね、ちょっとテストドライブに来てます。このね、左のルーフのモールのところがこんな感じでね、グラグラっと、ほんで触ってみたらこんな感じでスッと取れてしもてね、これを直してもらってたんですけどもね、で結局ね、直してもらって変えた部品がね、この赤丸入れてる30番と50番60番、これを変えたらしくてね、両面テープで止めてるらしいんですけども、まあこれでしっかり止まってますね。もうほんで乗っててね、今までカタ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 してた音がね、ピタッと止まってね、もうストレスフリー、こんなに静かやったんかなと思って、よかった。ほんで5万キロ走行して初めて変えたオートマオイルですけど、交換した感想はね、すごいスムーズ、あの変速した時のカクって感じのショックがね、丸くなったっていうか、角が取れて遠くでね感じるようになりましたね。これは変えてよかったなと思って、なんか車にすごいいいことしたみたいでね、気分いいです。で、今回かかった費用ですけどもね、モールの交換と修理してもらったやつね、でオートマオイルの交換、技術料、工賃やね、特品代と合わせてやけどもね、だいたいざっくりモールの交換が3万で、オートマオイルがね、7万かな、だいたいそんなもんやと思います。で、これ明細見ててね、びっくりしたんがあれやね、オートマオイルって10リッターも入んよね。これ知らんかったんでちょっとびっくりしました。乗ってるね車がディーゼルで、エンジンオイルの交換って言ったら12リッター、入るんでね、エレメントを交換してたら10もうちょっとなんですけど、オートマオイルにね10リッターも入ってたよね。そんだけ使ってるんですね。それぐらいの金額になりましたんで、皆さんも参考にしてみてください。せっかくなんでね、エンジンオイルの話もしておきますね。エンジンオイルはね、この車乗ってからもうずっとこれ使ってるんですけども、ジックの X9 ってやつかな。で、交換時期なんですけどね、1年に1万キロも乗らへんので、だいたい半年から8ヶ月ぐらいかな。それぐらいの周期で交換するようにしてます。で、交換するときはね、必ずエレメントも、こいつね、これも交換してもらってるんで、まあ、ずっとね、エンジンも調子いいんで、これからも使い続けると思いますけども、そんな感じです。後半はね、これまで交換したパーツとか、あったら便利なグッズとかを時系列でね、紹介したいと思います。まずこれね、ドリンクホルダーって助手席のね、この膝元、ここにね、こんなバスケットのゴールみたいな、これ一つしかないんですよ。これでつけてもうたんがこれ。もうこれね、えらい高いんでね、車買うときにつけてもらいました。ここで次につけたんがね、このアクセルペダルのスペーサー、これブレーキとねアクセルのね高さがだいぶ
あってね、もうすぐ踏みづらいんで、これはもうすぐつけましたね。これね、自分でつけても10分か15分ぐらいで取り付けれるんで、うん、おすすめですよ。ほんで次にやったんがね、このデイライト、これつくようにしました。こいつでね、ものすごい簡単でね、足元のここの蓋パカッと開けてね、こいつを突っ込んで10秒ぐらいでね、ピピピピって色、ランプ色変わりますわ。それでもう書き換え終了。これで、ね、デイライトつくようになるんでね、めっちゃ簡単。ほんでね、次はね、ワイパー。もう輸入車にようあるんやけど、こいつもね、もうガガガガガって音鳴ってね、ビビってもて、拭き取り悪いんで、純正の形は気に入ってたんやけどね、こいつに変えました。ほんでこれね、ブレーキランプを LED に変えました。まあ、わずかに明るくなったかな、程度なんですけども、もう変えて3年以上経つけどね、全然使えてますよ。価格もね、これ。安いっしょ。うん。まあ満足してます。最後はね、これ見て。ウインカーなんですけども、経年劣化でだいぶこう、広くなってきてね。これで、うん、皿のと比べてみても、ちょっとわかるでしょ。うん、これをまだ取り付けてないんですけどね、うん、まあこんなんしながらゲレンデライフを楽しんでます。ようやくねマンボウも解除されましたし、また次の旅でお会いしましょう。さよなら。